Hi guys, it's Chihiro. Welcome back to my YouTube channel. はい、ということでですね、本日はもう火曜日でございます。今日なんですけど、まあ、まず今朝8時です。これからカフェで作業しに行って、でそこから帰ってきて、まあ作業をまた作業する形になるんですけど、その様子を1日撮っていこうかなっていうふうに思います。はい、ということで行ってきます。ということで、朝はねカフェの方に行ってきて、まあ、ポッドキャストの原稿を書いたりしてました。そういう作業をして、まあ、お家に戻ってきました。でさっきねもうランチを食べたので、今から午後の作業をしていきたいと思います。で、私はオーストラリア限定でねハンドメイドのものとかも売ったりしてるので、今日はそれのね粘土でいろいろ作ったので、その色を塗ったりとか、うん、していこうかなっていうふうに思います。ということで今日は平日なんですけど、今日は本当に久しぶりにシティに行こうと思います。ブリスベンの、そうで、お友達の美咲さんと、まあ、ランチしてブラブラしてという感じの予定なので、今日はねその様子を撮っていこうかなっていうふうに思います。There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slowly, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole?Wait, hold on.
back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung best belief. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told. Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. どうも皆さんおはようございますって言ってももうね12時なんですけど、今日は日曜日です。はい。で今ねちょっとコストコに行ってきて、本当に必要なトイロットペーパーとペーパータオルとあとお米を買いました。3つだけ今回は。そうでね、今ノースレイクっていう北の方にいるんですけど、せっかくこっちの方来たので、レッドクリフ、まあビーチ沿いとかで、ちょっとピクニックしようかなっていうふうに思います。そうで今コストコでね、なんかミニタコセットみたいなのが売ってたので、それを買いました。なんでね、それを食べてピクニックしていこうかなっていうふうに思います。はい、行ってきます。おはようございます。あ、おはようございます。ピクニックタイム。あ、ピクニック、行きます。はい今日は何曜日ですか？土曜日です。今日は土曜日じゃありません。日曜日。日曜日日曜日です、はい、What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love?お前も来たことあるとこでした。こちらがミニタコセットで、ちょっと見えるコーラも買いました。Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope。 こんなにいっぱいタコ。
はい、ということでじゃーんこの間もう日曜日なんですけど平日に買い物に行った時に買ったものがいくつかあるので紹介していこうと思います。そう、服の買い物自体本当に何ヶ月ぶり、半年ぶりぐらいかな。なんかやっぱオーストラリア冬の時期って短いしそんなにすごい寒くなるわけじゃないから冬の時期は全く何も買わずになんか人のお下がりとかねいろいろ着てたんですけど久しぶりに、はい、買い物してきました。はい、ということでまず一つ目がこちらのカチューシャになります。はい、これはねダイソーで買いました。こんな感じで前髪がね短くてちょっと困ってるのでまあね、めんどくさい時とかこうやってパッて適当にやって過ごせるなって思ったのでこれを買いました。はい、結構楽ですね。こちらのレンゲを2つ買いました。なんか私夜ご飯とかに、まあ、うどんとかねラーメンとかたまに作るんですけどこのレンゲがなくていつもなんか普通のスプーンでね頑張ってスープを飲んでたんですけどやっとこちらを購入しました。あとはこういうゴムですね。よく三つ編みしてから寝るんですけどこのゴムがもうねなくなっちゃったのでこういうの買いました。はーい、で今着てるこのトップスも買いました。これはなんか水色っぽい色なんですけどこういう色はね別に買ったことなかったのでちょっとチャレンジしてみようと思って新しいのを購入しました。はい、次はこのトップスです。これはねコットンの生地で結構薄いのでなんかビーチとか行く時にパッと着れるかなと思ってこちらカーキ色っぽいのを買いました。はい、あとね水着も今回買いました。私水着がずっと古いの使っててだんだん生地が伸びてきたのでこれもカーキ色っぽいやつですね。こういうセットです。水着はだいたいいつもコットンオンっていうところが安いのでそこで買うんですけど今回もそれこで買って上下合わせて40ドルだったかな、うん、2つで40ドルでした。そうなんかいろいろ柄とかもいっぱいあってそっちにしようか迷ったんですけどまあ、私結構柄物を着てることが多いので、まあ、ビーチ行った時とかね例えば柄柄のスカート履いてる時でも、まあ、上これだけとかでも別にいけるかなと思ってちょっとシンプルめのやつを買ってみました。あと最後はなんか緑青っぽいものばっかり買っちゃったんですけどこちらがツリーオブライフっていうなんかちょっとヒッピーっぽいお店でセールでねこちらが9ドルだったので買ってみました。これこうやってやるとただの布なんだけどこういうね感じで腰に巻いてスカートになる感じのものです。で生地はなんかコットンで薄めなのでこれもねビーチ行くときにパッて着れるかなと思って買いました。長さはねちょうどお腹上で履くと膝上ぐらいになるぐらいの丈ですね。ちょっと見えないんですけど、まあ、こういうのを買いました。服3つ買ってで全部で20ドルぐらいとあとは水着が2つで40ドルだったので、まあ、60ドルぐらいね購入しました。はい、久々の買い物だったのでちょっとこれからももうちょっとね自分の外見に気を配っていこうかなっていうふうに思います。はい、ということで今回の Vlog ではまあなんか何日間か分けて Vlog 撮影したんですけどこの辺で今日は終わりたいと思います。いつも私の動画見てくれて本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you so so much for watching this video and I'll see you guys in the next one. Bye! You feel my head